バビロンは、野崎窓による日本の小説、講談社より発売された。東京への一極集中緩和を目的として、東京都西部に新設された、新域。その実態は、新法の試験運用を実施する、国家の実験場としての役割を有し、政令指定都市を上回る権限が付与され、第二の東京と位置づけられていた。アグラス事件発覚により、検事、 正崎吉良東京地検特捜部は製薬会社の日本スピリから捜査資料を押収した。しかしそれらを検証する際、睡眠薬精霊に関する臨床試験というファイル内にあった二つ折りの報告書の裏に結婚や毛髪などと共に書かれた大量の F の字が閉じられていることに気づく。正先はその報告書を作成した稲葉という准教授を訪ねたが彼は 全身麻酔器を用いて死亡した状態で見つかった。捜査を進めると、新遺器の遺長選挙に出馬中のノマルの議員秘書と謎の女が稲葉の死ぬ2ヶ月前から彼の元へ頻繁に通っていたことが判明する。政治と関与している可能性が浮上したため、アグラス事件よりも稲葉の捜査を優先して秘書の足取りを追うことにしたが、 その途中に性作の部下である文夫が突如自殺する。稲葉と文夫の死を皮切りに、さらに捜査を進めていく中で性作は、妖艶な魅力を持つ、謎の女、極余愛と出会う。そして、彼女は、変装や演技を遥かに凌駕する、様々な用紙を使い分け、この意気調選挙不正事件及び連続自殺事件で、暗躍していることが判明する。 ノマルの手ごまでありしに行きの時代基調に当選した人司会いは個人が自殺を選択することを肯定する自殺法をアピールし64人もの人間が高層ビルから飛び降り自殺をしてしまう。やがて人司会いのバックで動いている極弱いこそが自身の手を下すことなく人を死に追いやる能力により人々を自殺に追い込んでいる容疑者 F であることが判明する。 人主会下による集団自殺事件は法的に追及することは難しく自殺教唆であることを証明する必要があった。部下を失った政策の下に23歳の検察事務官セクロヒアサが新しく部下として着任し彼女と共に事件を追う。極弱いのおじである精神科医坂部に面会した政策は彼女の過去を知る。極政界への養女であった。 極弱愛は中学時代から周囲を虜にして対人問題を起こしておりカウンセリングの際にもおじを魅了していたのだ。人志会課の確保に動いた特捜部と刑事たちだったが人志会課の妻に化けていた極弱愛の帰り討ちに会い特捜部や刑事たちの多くが死亡。多摩東中央警察署の刑事、久事院は自らの足を拳銃で撃ち抜いて抗うものの 極弱いの魅力に抗うことができず、拳銃自殺を図る。さらに、極弱いにより拉致された、セクロが斧で死死を切断されて残殺されてしまい、政策はその場面を、ウェブカメラ越しに見せつけられる。新域選挙は、自殺方向低波が半数を占め、人視開花が提唱する。自殺法は、マスコミを通じて、世界へと伝染していく。多くの仲間たちを失い捜査に行き詰まった。 政先のもとに FBI 捜査官が訪れて協力を要請。ついに自殺法に対処すべくアメリカ合衆国大統領のアレキサンダー・ W ・ウッドが動き出す。極右愛の逮捕に執念を燃やす政先は FBI 特別捜査官となり同じく FBI 捜査官サミュエル・ハーディのパートナーとなって大統領の力を借りて極右愛を倒そうとする。 それに対して、極余は、世界各国の政治家たちを操ることで、自殺法を世界に浸透させようと暗躍していく。自殺法を議論するための G7 サミットが開催され、大統領は各国に対して、本質的な善悪について、考えようと提案して、議論をしていく。そんな中で、人司改革から大統領に対して、自殺しようとしている女性と話してほしいと要請される。 女性が極予愛である可能性を考慮して、サミュエルが間に入って通訳することで、極予による自殺の力を防ごうとする。大統領の説得により、女性の自殺は防がれたかに思われた。だが、善悪についての答えを女性に教えようと、通訳のサミュエルに連絡しようとした大統領が、会話した相手は極予愛であった。極予は大統領に自殺をするよう能力を使い、 大統領の飛び降り自殺を止めようとした、製作は大統領に発砲して射殺。その直後、極夜愛が製作の前に現れ、極夜に拳銃を向けるのであった。コミックデイズにて、2019年2月25日より2019年10月21日まで連載。2019年10月から2020年1月まで、東京 MX 他にて放送された。また、 2019年10月7日に Amazon プライムビデオにて第一章が先行配信された。各話のラストに番組はフィクションであり、登場する人物、場所、団体、及び法律等は実際のものとは関係ありません。また、特定の思想、心情を肯定、否定する内容ではありません。と注意書きが書かれているが、7話以降は冒頭に、また、 この作品には一部刺激的な表現が含まれます。児童及び青少年の視聴には十分ご注意ください。と書かれるようになった。2020年4月22日に全12話を収録したブルーレイボックスが発売された。すべて作詞、作曲は 9MHz が担当し、外部からボーカリストを招いた形となる。インターネットでは Amazon プライムビデオにて独占配信され、 日本では2019年10月7日に第一章を配信。ありがとうございます。